はい、こんにちは、石原スポーツです。じゃあ、お元気ですか。こんにちは。こんにちは。引き続き、前迫先生に、いろいろ新しい情報をですね、ご教授願いたいかなというふうに思っておりますが、2回目、グラブ2回目の今回は、次世代ボール対応の次世代グラブ、各社さん、いろいろグラブの構造に工夫して、ちょっと 2g ほどボールが重くなりますから、弾みにくくなるし硬くなるしっていうねことですので、いろんな構造のグラブを新商品で2018年出すんですけど、じゃあウィルソンさんとしてはどういう風な方向性で次世代ボールに対応したグラブを出してるんですか、出すんですかっていうね、そこのところをググッとね、前迫さんにお聞きしたいと思います。はい、お願いします。今日もよろしくお願いします。はい、今日もまだ目が治っておりません。はい。前回、デュアルの説明させてもらったと思うんですけども、はい、これ来年の企画書です。はい、新軟式ボールの威力に立ち向かうグローブを作ります。新しい来年のマニュアル、これはうちらのようなお店屋さん向けですね。はい、あ、そうだ、前回の放映を見てらっしゃらない方のために、はい、デュアルのサンプルをもう一度だけ見せて。あ、デュアルのサンプル、おさらいです。デュアルウェルティング、ウェルティングハミが2列、1本の指に対して4面の革を縫製している。中身が、はい、こちらの通り、従来品は2枚、デュアルは指1本に対して4枚の複雑な構造により、指が強い綺麗な指のラインが出るということの、ウィルソンさんのお家芸のグラブでしたね。はい、まあ、これなんですけど、はい、今回出すやつが、出すモデルがトップクラスとして、デュアルシリーズで出します。はい、ウィルソンスタッフデュアルシリーズですね。はい、前回説明した通り、デュアル構造ということで、はい、強い打球、はい、速い打球に強いっていうことは分かっていただいたと思うんですけど、はい、軟式ボールの方も、はい、重くなるし、はい、硬くなるし、はい、っていうことは予想できるのは、軟式ボールのバウンドは低く、はい、で速くなる、はい、その打球に負けないグローブを作らなあかんってことですね。はいはい、当然ボールが硬くなるってことで、はい、革を硬くしようとか、ほうほうほう、丈夫にしようっていう発想は、はい、考えられますよね。はいはい、それとか、補給面だけ補給しよう、補強しようとか、あ、そうですね、はい、中になんか挟んでどうにかしようっていうやつですね。はい、っていうのは考えられる話なんですけど、はい、まあそういうことであれば、はい、硬式グローブ使っちゃえばいいと思うんですよ。そうですね、革が丈夫なキラーいいですよね。はいはい、で打球に負けないとか、はい、いうことであれば、硬式のグローブ使えばいいだけの話なんですけども、はい、やっぱり硬式ボールと軟式ボールですね、はい、やっぱ硬いですよね。はい、はい、軟式、まあこれちょっとまだ次世代ボールじゃないですけど、はい、柔らかいですよね。はい、ということはやっぱり革、はい、芯材、はい、っていうところも、はい、部品ですね、はい、部品もやはり軟式に適した部品を使いたいですよね。はい、なるほどね。はい、やっぱゴムと糸巻きの革、ね、はい、やっぱり違いがありますので、はい、やっぱり弾きますから、はい、ある程度吸収したい。なので柔らかめのクッション性のある革を使いたいですよね。はい、で当然芯材もなんですけど、はい、芯材も硬式よりかはちょっと若干クッション性のあるっていうか、はい、吸収するような芯を使います。はい、ですが今まで通りのグローブで今まで通りの材料で作ってたら次世代ボールには対応できないんで、はい、ウィルソンは今回もう仕組みが丈夫になるっていうか、指先に力が入る、負けない。軟式デュアルは、はい、18年からですよね。18年からです。今はないです、はいはい、今まで必要なかったです、軟式には、はい、ですが今回ボールが変わるってことで、いろいろ考えた結果、ほう、ウィルソンの方にはこのテクノロジーがあるんで、軟式の素材で軟式に適した革、芯を使ってデュアルの構造を適用することによって、ボールに負けない
軟式のグローブが出来上がると。はい、ああ、なるほどね。はい。だ仕組みですね、はい、ウィルソンの場合は。材料を硬くするとか、はいはい、補強するとか、そういうことじゃないです。はい、それだったらもう公式使ってもらえばいいんで。うん、はい、前回の実験のように、玉際に強いグラブということで、はい、重たい硬くなった軟式ボールの強い打球もしっかり指先でも掴めるとっていうことですね。ほほ、はい、ザクッとラインナップを紹介しますか、はい、皆さん。そうですね、はい、こっちが公式で、これ軟式学生モデルですね、はい、でカラーの軟式、はい、でまあソフトっていう感じで、はい、うん、公式デュアルウィルソンスタッフ、こちらね、はい、いいですか、はい、あ、でこれごめんなさい、こっちねシングルが混ざってます、ね、ああシングルじゃ外す、当然これはこれで人気があるんで、うん、はいはい、こういったグローブが好きだっていう子たちにはこっちですね、はい、このシングル、はい、これがこのシリーズが公式のデュアルですね、はい、こちらが従来からの根強いファンがあるウィルソンスタッフ、こちらがデュアルシリーズのウィルソンスタッフ、はい、でこちらが軟式デュアルシリーズのウィルソンスタッフ、はい、2018年版ですね、はい、それからカラフルなカラーが売りの、デュアルのシリーズワナビーシリーズですね、はい、こちら、はい、こちらもデュアル構造になってます、いい色ですね、はい、でその隣はどうですか、これソフトですね、あソフトボールがまたいいですね、はい、ソフトボールのもちろんデュアル、デュアルですね、はい、といった商品ラインナップで18年は販売していこうと、はい、いうことでよろしいでしょうか、はい、そうです、はい、ということで今皆さんね、来年の商品の大体のねラインナップをお見せいただ見ていただいたんですけれども、前坂さん、はい、ここで何か、これちょっと両方ともデュアルなんですけど、はい、石原さん、これどちらか公式がどっちか分かります、はみ出みて、どうだ、はっはー、これはレザーのクオリティで区別がパッとつかないですね、はい、はっはー、あと作りですね、はい、はい、これはウィルソンの今回出す、軟式グローブのトップモデルに関しては、はい、前から言って、コメントしてます、はい、鹿児島のアクネで、はい、作ります、はいはい、なので、公式グローブの、専門の職人さんたちが作っている工場なんで、はい、軟式グローブを作っても公式グローブ並みのクオリティで作ってきちゃいます、あーなるほどね、はい、こだわった職人さんたちが多い工場なんで、まあ、職人さんが作るのに軟式も公式もない、一生懸命作るよってことですね、はい、はい、ということはアクネですから、これどちらもメジャークオリティ、そういうことですね、はい、効率よりも品質、はい、という感じで、そういう感じですね、ああなるほど、だからよくわからないんですね、区別がね、はい、ただ材料は軟式用と公式用って分けてます、はあ、はい、で実際今回出すグローブの定価がですね、はい、3万2000円税抜き、おう、わちょっと高いなって思われると思うんですけど、うん、まあちょっと考え方で、例えば中学校2年生、はい、グローブ軟式野球やってます、グローブ買いたいよと、はい、何かを、うん、ってなった時に、中学校の軟式だけ考えた時に3万2000円ってちょっと高く感じると思うんですよね、そうですね、はい、ただ先ほど言ったように見分けがつかないぐらいなクオリティなんで、例えばなんですけど提案として、はい、中学校2年生ぐらいでグローブもう1個買う、はい、じゃあそのまま3年生も使って、はい、高校はそのまま使ってもいいんじゃないのかなって、なるほど、はい、そうするとポジションが決まるまでは今まで自分が使っておったグローブを使ってもらって、はい、でポジションが決まったらきちっとそのポジションに合わせたグローブを買っていただくと、だから実際公式でやっていただいても全然、対応できるようなクオリティになってますね、皆さん分かります、今のお話、いわゆる公式軟式っていうのがウィルソンスタッフデュアルに関してはボーダレスですね、はい、ちょこっと革とか芯とか、まあ、軟式に早くなれるように公式でもいいんですよ、別に軟式使っても、ただ慣らすの大変だから
ね、軟式にすぐ対応できてなおかつ公式並みのクオリティ耐久性があるというふうなお話ですよね。ね、はい、でそうやって考えていただくと、例えば2万円のグローブ中2で買いました、はい、で高校入ってポジションも決まってないけども硬式野球やるんでとりあえずの1個を買わないといけない、はい、って考えたら、はい、5万6万いっちゃいますよね。そうですね、はい、もうそれを考えたら3万2千円っていうのは決して高くはないと、はい、そういう感じです、はい、対応年数考えたら、はい、ね、どんだけ使えるかなって思ったら、はい、軟式のクタクタのグラブを2つ3つ買うよりこれ1個買ってずっと公式まで使えた方がいいんじゃないですか、というふうな話で、はいはい、でまあ中学校1年生で自分のポジションとか決まったら、うん、そのポジションに合わせた公式グローブをしっかり買ってもらうと。なるほど。って考えれば、まあ第一声皆さん、おちょっと高いなって言われるんですけど、はい、まあ考え方一つでは、あ安い買い物だなっていうふうに思っていただけるかなと。皆さんご納得いただけましたでしょうか、はい、ね、それと、次ですね、はい、もう一方、まあ、学生向けに、ベーシックラボシリーズですね。ベーシックラボシリーズ、はい、ベーシックですから基本ですね、はいはい、こちらの部分になります。こういう感じ、これもデュアルウェルディングですね。はっはー、はい、でこちらは定価が2万5000円ほうですので、まあ、中学軟式始める子たちなんかにはやっぱちょうどいい価格帯も、まあまあちょっと高めかなとは思うんですけども、他社の最高級軟式ぐらいかな。そうですね、そうですよね、はい、はい、っていう感じのグローブです。はあ、いいでしょうこれ、はい、色もいいですね、うん、ほっほー、なるほど、いいですね、はい、どうですか、はめた見た感じ。うん、質感もいいし、こうし、パンパンに硬いわけじゃないけど、しなやかでありながら、こう握った時に、しっかりした、構造だなっていうのが感じられる、フィット感ですね。そうですね。はい。ここ、やっぱり、はい、強い。なんか、効きますね、やっぱりね、ほら。はっはー。これでもう、新しいボールでも大丈夫です。はあ、これが売れ筋かな。そうですね。どちらかというとこちらの方が、うん、はい。最高級がお望みの方はこちら。はい。これも最高級に近いけど。近いですね。ね、はい、一応ベーシックラボ。はい。ね。はい、ラボラタリー。はい。でいいんですか。いいです。はい、はい。でやはり。一般の成人の人たちがやられる野球においてもボールが変わるんで、うん、その一般の人に向けてこういうベーシックなモデルを選ばれる人はこっち選んでもらえばいいんですけど、はい、やっぱりもうちょっと遊び心が欲しいですよね、はいはい、あ、そうだ、はい、今まで構造はもう皆さんご理解いただけたから、うん、ここは色がしっかり見れるように前迫さんに見ていただきましょう、はい、2018年モデルはカタログに載る商品、カラーとカタログに載らないカラーがあります。はあ、はい。限定カラーですね。限定カラーがあります。はい、まず限定カラーの方が、どっちだったかな？こっちかな？こっちの、受給面黒。背面に赤をこうやって使って、はみ出しは、当然デュアルのはみ出し。で、玉はみで、ゴールドですね。ヘリもゴールドっていう。こういう感じでカラーグローブ、カラーでちょっと、遊び心がありますけども、構造もデュアルにしてありますし、次世代ボールにも対応できるように丈夫に作られてて、クオリティもバッチリと、はい、そういったグローブですね、はい、でこういうカラーですね、はい、で、限定色第2弾がこのブルーです。ほっほー、綺麗な青ですね、はいはい、これ青もウィルソンの青は結構綺麗だねってよく言われますね、はいはい、もうちょっと普通だと、濃い色かな、ちょっとくすんで濃くなりますね、はい、ウィルソンのこのカラーグローブシリーズ、ワナビーシリーズの、ブルーはいい色だねってよく言われますね、はいはい、でラベルの方も既製品にない、うん、こういったオーダーで作るような時に使う、ラベルですね、はい、
で3つ目限定カラー3つ目が、こちらの黄色です、はい、黄色っていうかライムっていうかピンクのステッチほっほーこういう感じ、ね、でラベルもピンクのこういう迷彩柄でまたウェブが凝ってますね、はい、まあ後から女子のソフトなんかも紹介させてもらいますけど、はい、あの女子のソフトでも手のね、小さくなくて、こういった一般物の大きさのグローブがいいよっていう子たちなんかはこういったこのワナビーシリーズを結構使います。デュアルだからソフトでも十分対応できますよ。十分対応できますね、はいはい、でまあこれなんかピンクのステッチ使ったりとかしてるんでちょっと女性が使ってもおかしくないような、うんはい、女性向けのカラーでも、うん、カラーでもあるかなということですね、はいはい、こういう色ですね。で今からがカラーグローブ、の、カタログに載るカラーです。定番品、はい、受給面赤、背面は、定番品はですね、そうそうこれを言わないといけないですね、全てにおいてこれです。おお、スーパースキン、はい、黒は黒い部分はスーパースキン使います。軽いぞ、はい、軽いですね。あとお手入れいらずですね、はい、皆さんスーパースキンで軽量化した上にデュアルで強化された、はい、強度いいじゃないですか、はい、で色もこういうかっこいい感じで、おー、キングオブ草野球って感じですね、はい、でこのクオリティでこういう感じで、これ新品ですけどもうすぐ使えるような、あ、はい、こういう感じ、はい、カタログカラー第2弾、あ、その色がいいな、はい、これね個人差分かれますね、はい、あ、メジャーっぽいぞ、はい、こういう感じ、パンブラック、はい、まあ飽きのこない色ですね。そうですね、はい、グローブらしい色です、はい、スーパースキン、はい、なおかつスーパースキンで最後この色グレー、シルバーっていうかグレーですね。あ、またこれレースの色が、そうですね、今までない感じですね、はい、ワインっぽいような、そうですね、ボルドーのような、はい、黒シルバーゴールドボルドー、はい、これもいいな。まあ、これはもう正直、オーダーじゃないとできないことをここで既製品でやるということです。なるほど、はい、だからこれをオーダーで作ろうと思うと3万円4万円いってしまいますけど、軟式グローブで、はあはあはあ、既製品でしたらこれが、2万4千円ということですね。なるほどね、はい、既製品だからはめて確認もできる、できますね、はいはい、で各守備ポジションですね、はい、内野外野オールラウンドっていう形で揃えてます。はい、はい、じゃあ次ソフトボールですね、はい、ソフトボール、ウィルソン、ソフトボールは、女子専用グローブっていうことでずっと出してます。はい、はい、先ほどあの男性の方でソフトのグローブどれがいいって言われたら先ほどのこのワナビーシリーズですけども、はい、ウィルソンの場合はもう女子にターゲットを当てて女子が使いやすいグローブということで企画してずっとやってきてます。はあ、い、でその中で今回2018年に出すモデルはこれです。ウィルソンクイーンのシリーズですね、はい、で色はこういうネイビーに、これなんていうのかな、これベージュ、ベージュですかね、キャメル、キャメルっていうか、お、それより、うん、そのご存じない方もあるから、はい、女性専用のっていう話をねちょっと、そうですね、はい、女の子っていうのは、はい、手がですねやっぱ小さいです、はい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 、なので、男性の場合は手がグッと広がって、はい、こういう感じであの力が小指と中あのこの薬指に力が入るんですけども、はい、女の子はやっぱ手が広がってしまうと力が入らないと、あ、握力の問題もありますね、はい、でできるだけ手はちっちゃく使いたいんですね、あ、はい、広がらないように、でもソフトボールなんでグローブは大きく使いたいわけです、はい、大きいものがいいんですよね、はい、でそれを、まあ、あの考えて作られたグローブですね。ほほー、なのでこれ僕ね指がねちょっと入りづらいんですけども、あ、まず、あ、じゃあこの通常のグローブと比較してみましょう、はい、ここのベルト部分、はい、違い分かりますかね、女子グローブの方はこうなってますね、本当だ、 R がかかってる、はい、これは女の子の場合だと手が、僕は手入らないんですけど手が奥まで入っちゃう、あ、そうするとこのベル、こういう動きした時にパカパカする、ここがちょっと邪魔する、うんうんうん、それを避けて作ってます、まず、あ、キュッと押さえられる、はい、ではめた後に
ここの紐でギューッと調整してもらって、うんうん、自分の好みに合わせた締め方。それは何締めとか言い方あるんですか？これはですね、このベルトの、はい、調節する名前、一応、はいはい、バンドフィット調整っていう名前をつけてます。あ、そうですか、はい、なんとか巻きとかそれっぽい名前じゃないです。はい、わ、はい、かりました。スナップアクションとかね、はい、はい、うん、はい、OK です。で、まあ、よくね、あとね、これちょっとおまけな話なんですけど、ここどうやってみんな結ぶのって話なんですけど、結構最近実業団の女子なんかは、ここ普通に、これはレアな情報、はい、普通にこういう風に、はい、2回結び、みんなこうやって結びがちなんですけど、うん、これ結んだら分かるように、ちょっと汚いな、まあいいや、うん、こんな感じで邪魔になりますよね。はいはい、ね、なのでこれを一個一個玉結びする。あ、なるほどね。こういう感じで、これが流行りみたいですね。トレンドですか。はい、なのでよくグローブなんかでもこの親指掛け紐ですね、うん、これ普通こうやって結びますよね、はい、それを玉にする、玉にするっていうのがどうも女子の間では流行りらしいです。はい、男には流行らないかな、はい、どうだろう。でこれで自分のこの指の位置をこうやって一個一個こう、うんうんうん、別個で調整できる、はいはい、よく皆さんね、これも余談なんですけど、公式グローブでも今これ3本ですよね。はい、3本掛け。これどうやって結ぶのっていろんな方法があるんですけど、こうやってまとめて結ぶとか、そうですね、うん、はい、あるんですけど、女子はこれを一個一個単独で結んだり、こことここだけ結んで、こういう風にこことここだけこういう感じで結んで、で、あ、ごめんなさいね、ちょっと目が遠近感が分かんない。これ結んで、でここだけ玉にする、はいはいはい、でこの親指の先っちょだけこうキュキュキュってやるような、うん、なんかそういうのを女の子たちはやってるみたいですね。はい、はい、ということで、バンドフィット調整ですね、はいはい、アーチ型になっててバンドフィット調整だから、ここの余分な空間がなくてプカプカしない、はい、で指は、まず手がこういうふうに中心に寄ってきてほしいので、うんうんうん、まず親指がグラグラしないように、わかります？こことここで、お、サムフィット構造ですね、はい、ここをグッと押さえ込んでやって、はい、指のグラグラしないようにしてあげて、で小指がどちらかというと開きたくないので、はい、こっちに来たいんですね、はい、できるだけ薬指に寄りたいので、まずこれ指掛け紐がないです、ないタイプですね、これはね。あ、はい、なるほどね、まあ、あるタイプもあるんですけど、うんうんうん、あれどれだったかな、あ、これだ、これなんかこれであるタイプなんですけど、はい、まあ、基本的になかったりとかします、うん、でないやつの場合は指がこっちに行かないように、通常ここ3本なんですけど、3ループが4ループになってるんだ、はい、なってますね、こういう感じでね、はい、これ小指2本入れは逆にやりにくいんですかね。小指2本入れもできます。できます。ただ指っていうのは小指2本入れるってことはひっつくってことですよね、はい、これ動かしづらいですよね、はい、ちょっと離れてるとやっぱりしなやかに動くんですよね。だからできるだけ指っていうのはやっぱり2本入れたくないなっていうのが、まあ、これ僕の個人感ですけど、はいはい、でやっぱりこれ2本あると力が入らないのと、うん、これ見とってもらうと分かるんですけど、この挟むっていう感じになるんですよね、うんうんうん、だいたい掴むっていう時、掴むっていうか握る時ってだいたい小指からこう順番にいくと思うんですけど、うん、その動きができなくて、 なるほど、なおかつこうやるとこの指、ここ見てもらうと分かるんですけど、こういう感じになるんですよね。うん、ポケット見てくださいね、離します、うん、ポケット見てください、うんうんうん、広くなりますよね、うん、だからあんまりひっつけるっていうのは、うん、まあ、力がない子なんかはこうやってやりますけどね、うん、あと外野手とか、うん、メジャーリーガーなんかになると、内野手なんかでも 7,8 割小指2本入れちゃったりとかするらしいですけど、うん、まあ、これは好き好き、まあ、僕はどちらかというとちょっとこうやって離れとってほしいので、うん、このグローブなんかは小指2本入れなくても こっちの指は寄ってくれますから、あ、なるほど、ね、はい、力は入るはずですね、はい、っていうグローブですね、はいはい、で女子のソフトの場合はグローブが傷む場合が結構多いです。お、はい、部員も少なかったりとかするんで、はい、フリーバッティングとかでも
守備機会が多い多いということで、あのスーパースキンですね、はい、使ってるわけですね、はい、であと今回は今までと違って、もう一つ工夫しました。ここ見てください。あ、これははみ出しじゃなくて、このはみ出し田中健介モデルにあった。そうですね、はい、指を出す人用にちょっと工夫してるんですね。まあ、ヘリ側っていうところですけど、わかりますか。通常はこういう感じですね、はい、はい。で、なぜこういう風にしたか、はい、女子だけなぜこういう風にしたかってことなんですけど、はい、ソフトボールっていうのはボールが大きい、はい、普通のボールちっちゃい、はい、押すと受けるときに、ちょっと僕これ手が入らないんで軟式でいきますね、はい、パンと当たったときに点で当たる、うん、はい、ソフトボール大きいんで、はい、面で当たる、はい、押すとパチンってなる痛い場面が多い。はい、確かに、はい、で女の子はその痛さに自然と耐えれんみたいで、指を出す子がまあまあ多い、はい、で指を出すんですけども、痛さ軽減のために、はい、ここのヘリ側がボコッとなってますよね、はい、結局ね、ここがボコッとなっとるがために、ここの部分とかに青技作ったりとかしてる子多いんです。あ、当たるんだ筋がね。当たるんですね、はい、ということで、それをちょっとでも軽減してあげようということで、これもね、なかなかね難しいテクニックだと思うんですよ。巻いて巻いて巻いてくるやつを途中で開いて縫ってまた巻くっていう、こういうことをやってます。これを、あのウィルソンは、フラットバインディングっていう名前でやってます。フラットバインディング、はい、これ2018年からですね、はい、はい、でまあグローブとしてはクイーンシリーズのこういった色、これですね、はい、この色、はい、あとはスーパースキンを使った、はい、あと分かりますかね、このスネーク柄。これスネークですか、はい、クロコダイルですか、スネークです。あ、スネークですか、はい、を使ったクイーンシリーズを出します。はい、はい、まあクイーンはどちらかというと、まあ高校女子ぐらいですね、はい、はい、まあ中学生でも使ってます、はい、中には僕もあのよくあのソフトボールの、チームの、コーチを長年やってますんで、よくグラウンドに行く機会があるんですけども、まあ正直このクイーンを使ってる小学生もいますね。ほほー、はい、なるほど。お父さんが一生懸命なんで、はい、はい、まあでも、大体中学校高校、はい、でその1個下のクラスで今度ベアシリーズ、はい、クマウィルソンベア、はい、ベアシリーズで小学校中学校っていう向けのグローブがあります。はい、でまあさっき言った、構造は大体似てるんですけども、一つだけちょっと違うところがあるんですね。わかりますかね、これ。指掛けついてますね、小指に。はい、これね、小指の指掛けじゃなくて薬指の指掛けです。あら、はい、これはどういうことかっていうと、やっぱり手のちっちゃい子って、はい、このグローブを見ればわかるんですけど、最近薬指掛け流行りですかね。結構見ますよね。ですね、他社さんもやられてますね、うん、ただ、はい、ウィルソンとの大きな違いは、他社さんのは意外とここがゴムで固定になっちゃうんですよ、はあはあはあ、ウィルソンの場合は小指かの紐掛け紐みたいに、これ出てないですよ普通のやつはね、はい、出てないですね。締めれるってことだよね。締めれたりとか、あ、これすごい、ずらしたりとかできます。新しい。だから人それぞれ手のポジションなんか変わるんで、うんうんうん、自分の好きな場所に指を置いとけるようにしてます、はい、あ、でまあこれは当然ここがやっぱ効いてほしいんですね、うんうん、あの薬指がやっぱしっかりついてくるとボールって握れますんで、うんうんうん、ここに力が入るための。野球でも売れるんじゃないですか。はい、まあ後で話しますけど、ジュニアのグローブでこういった仕組みのものを出してます。調節できる小指掛け、はい、いや、はい、薬指掛け、はい、素晴らしい、はい、あ、そうすると星がついてる、はい、まあそのね、ラベルもちょっと特別仕様のやつですね。はい、なるほど。なのでこのグローブ使っとれば、手のちっちゃい子よくあるパターン、はい、ここがこうで出てきちゃう、ね、あ、指先がそこに当たって出てきちゃうやつね、はい、出てきちゃう、はい、これが自然とこういう形になるって、ね、なるほど、うん、ならボールもよく子供さんであるのが
一生懸命握っちゃうもんですから、うん、ニョキって出てきちゃう。あ、突き指しちゃうしね。これが、うん、この薬指掛けがあることによって包み込める、あ、そういう構造になってますね。なるほどね、はい、よくありますよね、これ出てきちゃうグローブ。はい、あります、あります。はい、ソフトは以上ですね。で最後にジュニア。はい、ジュニアはこういうモデルを出します。やっぱりジュニアの、少年グローブっていうのはやっぱ手がちっちゃい子たちですよね、やっぱターゲットはね。はい、そうするとやはりさっきの女子と一緒のような構造で、ここがこうやって締めれますよとか。何でしたっけ、何だったかな。ちょっと待ってよ。バンドフィット調整。バンドフィット調整。はい。月。はい、なおかつ、ジュニアということで手がちっちゃいんで、このベルト部分も薄く作ってます。はい。ああ、そうですね。ちょっと細いですね。はい。はい、で、あとマークがちょっと若干小さくなっちゃうかな。うんうんうん、はい。まあ大体女子のグローブと似たような形で。あ、デュアルだ。で、なおかつデュアルです。はい、スーパースキンです。子供さん手入れ結構しない子多いんで。はっはー、はい、贅沢な子供用ですね。はい。で、こちらの方も先ほどのソフトでお話しさせてもらったように、小指が近い方がいいんで、はい、4本。フォーループ、はい。はい。なおかつ薬指。あ、やっぱりやってきてるんだな。はい。展示会の時気がつかなかったな、はい、でなおかつ、なぜかここに股がある。あ、これで破れ防止。さらに、いや、これね、どちらかというとそれよりも形ですよね、はい、ああ、はい、なるほど、指間を広げる。はい、これどういうことかというとですね、はい、よくある子供さんのグローブってまあこういう状態のものが多いです。そうですね、ペタッとね、ペターンとなっちゃう。お尻に敷いたよね。これはどうしてなるかっていうと、子供さん手がちっちゃいので、はい、力入れるとどうしてもこういう握りになる。ああ、はははは、ハサミ取り。はい。ほんと、まずこの状態でポケットってないですよね。はい。ほんとこれ一生懸命掴むとニョキってボールが出てきちゃう。うんうんうん。こういうふうにね、うん。だからこういう状態じゃなくって、こういうふうに包み込むようなポケットのある状態に作ってあげたいと思ったら、このグローブができましたと。あ、指間を、はい、まあ、中指薬指の指間を広げることによって、はい、ポケットに丸み立体感を出そうと。そういうことです、はい、だからこのグローブはほっといてもこの形です。あ、そんなに手しなくても大丈夫かなっていう、はい、ほっといてもこの形になります、はい、なるほどね。まあこういうふうになってないと比較的さっき言ったように手もちっちゃいんでこういうとこが出てきちゃって、この小指がついてこないっていうんですかね、うんうんうん、こういう掴み方になってしまうグローブの型になってしまう。だからこれを何とかしたいと思ってこれを考えましたと。これもまあ再来年ですけど新旧に対応できるってことですね。はい、そうですね、デュアルですから。はい、なるほど、はい。もう来年再来年考えたら、はい、もうか今年来年買われる人はもうこのデュアルで買っといた方が今後ボールが変わりますからね。そうですね。子供さんね、はい、長く使えますよ、はい。ただお値段が、これは2万円です。うん、高いか安いかは、まあお客さん次第と。エラーしなければ安い買い物なんじゃないですか、ね。はい、あ、2万円で守備率 100% を買うかどうか。はい、フライ上がりました。あ、ゲームセット、ボールが落ちてきた。あ、もうみんな周りのみんなも、あ、これはもうゲームセットだ、よかったと思った瞬間に一生懸命つかみに行っちゃうんで、掴んでニョキっていうエラーがないグローブなのかなと。なるほど。まああとね、これね、そういえば言い忘れました。これ土手芯っていうのがないんです。え、それは新しい。はい。この土手芯ないんです。改造して抜いてくれっていうのはありますけど。はい。だから掴みやすいっていうか握りやすくなってますよね。土手芯はいらないんですか？昔はやっぱり板状のグローブに対して、ここが土手ですよね、僕の手で言うと。はい。こういう状態でボールが逃げないように土手っていうのを必要だったんですよ。あ、今はこのように立体的にグローブを作れるようになってるんで、うん、土手がなくてもいいんじゃないのかなっていうのがウィルソンの考え方です。はあ、だからよくあるのが土手に当たってエラーしたっていう言葉を聞くんですけど、はいはいはい、土手芯がなくてエラーしたっていうのはあんま聞かないよねっていう、うん、っていうまあ考え方ですね。はい、はい、まあでも土手芯がないことによって非常にね最初から掴みやすいグローブになってますよね。はい、はい、ということで、だいたい2018年のラインナップはこんな感じです。はい、ありがとうございます。
はい、ということで今日は貴重なお話を一日ありがとうございました。ありがとうございました。ウィルソンさんとして次世代ボールにどう対応していくか、はい、先々週は次世代バット、はい、今週は2連チャンでグラブについて、はい、まあ、特にウィルソンさんはグラブのメーカーですから、はい、メイドインジャパンデュアルシリーズで、なんとかトップシェアを狙っていこうと、はい、じゃなかったでしたっけ。ちょっと大それてますね。前迫さんは遠慮されてますが、世界的なシェアはローリングスに次ぐ第2位、3割がウィルソンですからね。ということで皆さんね、コメントまた入れていただいて、前迫さんにもコメント見ていただいてね、はい、新たな疑問があればお答えいただきますので。そうですね、はい、僕も言い足りないこととか、あ、もうちょっとこうやって伝えた方がいいなとかいうのがね、いきなりカメラの前だと喋れないこともありますんで、ね、そうですね、はい、はい、ということで今日は一日お付き合いいただきましたが、2回に分けてお送りしましたウィルソングラブデュアルシリーズ次世代グラブスペシャル、はい、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。